皆さんこんにちは、日本映像翻訳アカデミーのジェシーと申します。今日のジェシー JVTA ジャーナルへようこそ。今日のトピックは、トライアルです。今ですね、ちょうど向こうの教室で、英日のトライアル Q&A セッションをやっていますので、ちょっと皆さんにその様子をぜひお届けしたいと思います。トライアルっていうのは試験ですね。映像翻訳の試験で実践コースまで終了した、皆様のための、試験になっています。そしてそのトライアル、その試験に合格した皆さんには、MTC メディアトランスレーションセンターの方から、映像翻訳のお仕事を、お願いしています。では Q&A セッションは何かと言いますと、毎回そのトライアルの後に開催するんですけれども、その時のトライアルのポイントだったり疑問点だったり、そういったところを皆さんで話し合う、ディスカッションする、講座になっています。今英日の、Q&A セッションをやっていますので、ちょっと見に行きましょうか。はい、こちらです。はい、皆さん英日の Q&A セッションはいかがでしたか？皆さん活発に質問していましたね。この Q&A セッションではやはりこのサンプル原稿と自分の原稿はどう違うのかっていうところではなくて、その作品の魅力を、視聴者に伝えるのに、どういうアプローチがいいのか、そしてそのアプローチには、いろんな種類があると学べる場だと思います。今日の石井講師も白熱でしたね。ちなみに私が最近覚えた日本語なんですけれども、台湾と台湾違いです。これどこで使えるか今研究中です。では皆さん、また次回。